山本武雄は、富山県出身の将棋騎士。金谷鈴次郎名誉九段門下。騎士番号は27。執筆活動では、山本人大子のペンネームを使用。1933年、金に入門する。同門には、高柳敏夫がいる。三段時代の1940年、将棋大成会から第一回、模範騎士の表彰を受ける。 1941年に4段昇段し、順位戦には第1期から参加。第3期に C 級が1組と2組に分かれるにあたって、第2期 C 級順位戦で上位の成績を上げ、次期 C 級1組在籍となり6段昇段。さらに、第3期 C 級1組順位戦で6勝3敗の成績で B 級上級を決め、2年連続昇段で7段となる。 第六期順位戦 B 級では六勝六敗の差し分けで、第七期で B 級一組在籍となるが、第七期では五勝七敗の成績ながら、次期の B 級一組定員削減のため B 級二組へ、高級する。九百五十三年、第一回、B 級選抜トーナメントで優勝。第二十一期、第二十二期の C 級一組順位戦で二期連続高級点を、喫したところで、 C 級二組で刺さず、1968年に引退。同年、八段の段位を送られ、永年金属騎士表彰も受ける。日本将棋連盟理事を長く務めた。第14回将棋大賞で東京将棋記者会賞を受賞。1992年には、春の助訓で、訓後等総合局実賞受賞。そして、1993年、九段に押され、 商談するが、翌1994年に、肺炎のため死去した、去年77、自助改訂審判、将棋100年ピアニッシモ1から3、ありがとうございます。